始まりました、スタートアップ。お願いします。なんで体育館なんですか？また意外なとこからオープニング撮影してます、ねうん、今までにない試みを考えてまして、はい、アスリートが創業したスタートアップ特集なんです。あー、なるほどね。まず最初の社長さんお呼びします、はい、この方です。どうぞ。誰だろう。うわー、エブリンだよ。うわエブリンさん、よろしくお願いします。社長さん、社長さんです、すごい狭いとこいましたね。ずっとあそこで待ってたの？ずっとこうやって待ってました。スタッフもどこで待ってるんだよ。バスケ界のバラエティ上手よ。もうおかげでこっちばっかり上手くなって。すげえ。いやいやいや、だってまだ現役ですもんね。そうです、はい、だってオリンピック終わって次の1年休んだってこと？休みました。1年間、1年間の人生の夏休み終えて、はい、また復帰したんですよ。あ、なるほど、うんうんうん、なんならファンが一番見たい時期じゃないですか。オリンピックの後。すげえ。よろしくお願いします。お願いします。アスリートは失敗が一番多い職業だと思ってるんですね、うん、スタートアップって一緒でめちゃめちゃ失敗多いんですよ、やっぱり、うん、だけど心は折れない。なるほど、切り替えが。切り替え、終わりのないマラソンというか、なので向上心とか満足しないみたいな精神はスポーツで養われたなと思うんで、はい。で、今回の社長さんということなんですけど、はい、エブリンさんの会社は何やってるんですか？そうですね、私が今やらさせていただいているのは、はい、アスリートのファンをもっともっとより深いファンを作るっていうところで、はい、アスリートとファンが1対1でお話ができるサービスをやらさせていただいてます。1対1で。さあ、というわけで、はい、この番組ではおなじみのプレイステーション AI に移動してきましたけど、はいはい、ここでスタートアップしたんですか？そうですね、もう1年間ずっとここでいろいろやらさせてもらって、今回このサービスがアスリートとワンオンワンでお話しすることができるというサービス名は何かあるんですか？そうですね、バックドアっていうサービス名としては、はい、バックドアって本当はめちゃめちゃ良くない意味なんですよ。あ、そうなんですね、はい、裏口とか、はい、裏口入学とかダメですよ、それは。まあ本来はなんかそういう意味になってるんです、ね、あんまり良くない意味なんですけど、はい、だけどやっぱりこの夢絵のこの扉、勝手口みたいなところで、うん、子供たちにこういうサービスがあるよっていう知ってもらいたいと、うん、正規ルートじゃないけどこっちのルートで行くとこんな夢があるよっていう意味で、うん、バックドアっていう名前がついてます。へー、そうなんすね、はい、うんうん、現状としてはですね、もうすでに、リリースはしていまして、はい、結構予約がやっぱり入るので、うん、てんやわんやしてるんですけど、はい、これがバックドアのホームページになるんですかね。そうですね、はい、ちょっとどういう選手いるか見せてもらっていいですか？そうですね、今サッカーの選手が2人いらっしゃったりだとか。社長本人いるじゃないですか？あ、本人もいます本人もやらさせてもらってます。あ、ホッケーとかもいらっしゃるんですね、はい、そうなんです。ここで例えば医療電話するっていうのを押すと、はい、このホッケーの選手はこの時間帯だったらお話できますよっていうことで、でここで予約ができる。それポチッとしたら通話できるってことなんですか？はい、あ、そうです。あ、そうなんですね、はい、子供たちとか本当夢ありますよね。そうなんですよ、うん、実際にサービスのどういう
使われ方してるかっていうと、はい、選手を応援するところが一つ、うんうん、そしてもう一つはプレーの相談、うん、なんかあのうちの子供がどうしてもなんか手がこうなっちゃうんだよねとか、はいはいうんうん、そういう相談で来たりだとか、あともう一つ面白い使われ方が、そあの子供の誕生日に、はい、あのサプライズをしたいと親御さんが、あ、今エブリンと電話してるよみたいな、嘘だーみたいな感じで言うんですけど、いや本当だよってハッピーバースデーっていう使われ方されます、ね、いいっすね。あのスポーツって推し活にもなり得ると思うんですよ、うんうん、ただなかなかそういうサービス、推し活に振り切ったサービスっていうのがなくて、あ、例えばスポーツ選手がインスタライブだったりとかやるとフォロワーもう6万人とかいるのに、インスタライブやると100人しかいない、来ないとか、やっぱ浅い高層はいっぱいいるけど、なるほど、もっとより深くアスリートと一緒に何かこうやってくれるようなファンがもっと欲しいなと。そうすることによってアスリートが引退した後にもそのファンがついてくるから、セカンドキャリア問題にも解決つながるよねっていうと、まあ、だからやっぱりこれからのことも考えて、はい、スポーツ選手はもっともっとあの試合以外のところでも価値提供できるような選手になっていかなきゃいけないっていうのがあります、うん、はい、近い時間、うん、初めまして、永井選手、雷と言います、よろしくお願いします。初めまして、嬉しいです、お話できて。こちらこそ、めちゃくちゃ嬉しい、こちらこそ。実際このサービス参加してみてどうですか？まだ実際に一般の方とまだ電話とかはしたことはないんですけど、うんうんうん、ホッケーっていうスポーツを知ってもらいたいので、はい、うん、あの私でいいならもう本当にホッケーの普及活動したいなって思って、うん、なんかもう早くいろんな方とお電話したいなって思ってます。他のジャンルのスポーツの選手でも同じような思い持ってる人ってたくさんいらっしゃるんですかね？いや絶対いると思います、うん、特にこうマイナーなスポーツって言われるスポーツの選手とかは、はい、本当に個人で頑張ってる方もいるので、うん、多分こういうサービスっていうのはアスリートとしてもすごく嬉しいと思います。まあ、もしかしたらこれが本当に子どもたちの夢につながるかもしれないので、うん、このサービスを自分たちも利用して本当にいい関係を作れたらいいなって思ってます、うん、はい、わかりました。すいません、永井選手、お時間いただきありがとうございました。ありがとうございます。こちらこそ。これマジでちょっと特別感ありますね。そうですね、なんか変な錯覚というか友達になったような。あ、本当に、あの本当おっしゃる通りで、より近くでこう選手のいろんなことをこう知れるっていう意味ではもう推し活にこうぴったりだ、うこの世で一番簡単な行為であるチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。元さん、起業したいって気持ちは前から思ってたことなんですか？そうやってみたいなっていうのは。そうなんですよ。あの現役中からいろいろ実は会社作ったりとか、会社の勉強するために会社作ったりとか、いろいろこうやってはいます。あ、そうだったんですね。この事業をやるにあたって、はい、その仲間とかっていたりしたんですか？あ、そうですね、今一応、私含めて4人事業員いて、はい、まあ、このサイト自体は自分で全部作って。これ自分で作ったんですか？その一番最初の基盤っていうか。あ、そうです、そうです。どこで勉強したんですか、それも？オリンピックやる前なんですけど、パソコンが昔から好きだったっていうのもあったので、うんうん、プログラミングやりたいなと思って、うんうん、あのバスケの練習終わったらプログラミング学校に通うみたいなのを。そんな時期あったんですね。そうなんです、そうなんです。もともとビジネス興味あったんですか？大好きです。いつぐらいからですか？いや、あの本当にちょっとこれ何でか分かんないですけど、幼い頃本当に幼稚園保育園ぐらいの頃の夢がオリンピック選手になりたいと、うん、社長になりたいだったんですよ、うん、
なんで社長になりたいって言ったのか分からないですけど、もうその響きでっていうことですよね。そうなんですよ、そうなんですよ。まあでもやっぱり自分で何か考えて作ったりとか、みんなに見てもらうのが昔から好きだったっていうのがあったので、もう実際にまあオリンピックっていう夢を叶えたので、次は社長っていう、あ、はい、もう自分の人生のプランであったって感じなんですね、はい、それは一つありましたね。へー、リスキーじゃなかったですか？だいぶ怖かったっすよ。一番活躍できる時期に1年間お休みするって、はい、うん、いやー、やっちまったなと思いましたけどだから社長の自分はこういう立ち振る舞いしてるみたいな、はいはいはい、そういうなんだろう、マインドの切り替えとかってあったりするんですか？そうですね、やっぱり社長をこの1年間と、まあ、今もそうなんですけどやらさせてもらって、どうやったらこのポジションでみんな輝けるかなみたいなのを考えるのが、どっちかというと監督の考え方になるんですかね。そうです、そうです、本当にそれが結構難しいなというか大変なんだなっていうのを改めてこう感じている部分はありますね、はい、そっか、バスケだと自分のプレーでついてこいっていう、そうですね、うん、今までもうなんかエブリンボール離さないぞあいつみたいな感じだったんですけど、うん、はい、まあ、点取りたくなりますからね、点取りたくなっちゃうんで、うん、そうそう、それがちょっと変わってる部分はパスが増えたとか、パスが増えましたね逆に共通してるところで言うと、うん、めちゃめちゃ失敗多いんですよ、やっぱり、うんうん、失敗するところは本当にたくさんあって、でアスリートは失敗が一番多い職業だと思ってます、うんうん、判断判断でやっぱり、だけどスタートアップって本当に一緒で、速いスピードでいろんなことを判断しながらいっぱい失敗からこう学んでどんどん良くするっていう、そうするとやっぱりいろんな、なんだろうな、苦しいところもありましたし、なんかメディアではなんかエブリンさんすごいみたいになってますけど、死ぬほど失敗してます、いろんなの。ああ、そう。もう泣きながらね、涙が止まらない日もありましたけど。へー、うん、だけど心は折れない。なるほど、切り替えが上手。切り替えはもう最後の芯のところは折れないっていうのは、うん、なんか共通してるところあるなと。ああ。はい。もうまず一つの特徴は現役アスリートで現役起業家という、いわゆるこうスタートアップ型でテクノロジーを使って新しくサービスを立ち上げたエブリンさんの存在は非常に珍しいと思います。起業家の仕事って結構アスリートに共通するところがあって、まあ、一つは人を集める、ファンを集める、仲間を集めるというところでいうと、もう彼女のパーソナリティは人を大切にする、ファンを大事にする、仲間を大事にするという精神が起業家としても通じる強みになってるなと思います。この地域のスポーツをやるお子様にとっても一つのモデルになるでしょうし、現役アスリートにとってもモデルになる、なんか身近な存在でありながら新しいこう出口を見せてくれてる人なんじゃないかなと思います。じゃあせっかく、まあ、体育館来たんで、はい、よかったら一緒にバスケしませんか？あ、いいですね。あの1年で自分バスケ忘れちゃったんですけど大丈夫ですかルールめっちゃ変わってるなみたいなじゃあうわーあーちょっとこれ守りづらいな。そう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 、待ってますよ。おおおやー決めた決めた。この世で一番簡単な行為であるチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。